こんばんばはスピリチュアル研究家の楓です今回は最近話題のチャトグプトにツインレイについていろいろ聞いてみました早速紹介していきたいと思いますツインレイってどんな存在ツインレイとはスピリチュアルな概念の一つで2つの魂が 一つの魂として創造されたとされる永遠のパートナーのことを指します。スイングイは互いに対する深い愛と理解があるとされ、共に成長し、互いの魂の使命を共に果たすために存在するとされます。スイングイは物理的な出会いよりもスピリチュアルな意味合いが強く、人生の特定の時期に、 魂のつなががりを感じ始めることが多いとされます。ツインレイ同士は遠く離れていても互いを思いやる強い結びつきを持ち精神的な交流をすることができるとされますツインレイの関係は時に困難な試練や壁に直面することもありますが互いの成長や魂の成熟につながるとされ 最終的には永遠の愛と結ばれるとされますただしツインレイについては信じる人もいれば信じない人もいるためスピリチュアルな信念に基づく概念であることに留意する必要がありますツインレイはスピリチュアルなコンセプトであり2つの魂が1つの存在に分かれて生まれ 互互いいに相互的であるとされています。ツインレイは霊的な成長や目的を達成するために生まれ変わりを繰り返す中で再会する運命にあると考えられていますツインレイは一般的に精神的な結びつきが強いことで知られていますツインレイ同士は瞬時に互いの存在を認識し その瞬間から深い結びつきを持つことができます。また、ツインレイ同士は一緒にいることで自己啓発や成長を促し合うことができるとされています。しかし、ツインレイの概念はスピリチュアルな分野であるため、科学的に証明されているわけではありません。また、ツインレイの 出会い方や再会する方法については様々な意見がありますそれでも多くの人々がツインレイを信じ人生に深い意味を与えていると言えますツインレイとつながるにはツインレイとつながる方法は多種多様であり個人差がありますが以下に一般的な方法をいくつか挙げてみます 直感や内面の声に従うツインレイとつながるには直感や内面の声に従うことが大切です自分の感覚に従ってツインレイとつながる方法を探っていくことが重要ですメディテーションメディテーションはツインレイとつながるための効果的な方法の一つです自自分自身の内面に 意識を向け心を静かにすることでツインレイとのつながりを感じることができる場合があります。ドリーームワーク夢はスピリチュアルな世界と現実の世界をつなぐ重要な手段の一つです。ツインレイとつながるために夢の中での出来事や感情を観察しメモすることが有効です。 スピリチュアルなワークショップやグループに参加するスピリチュアルなワークショップやグループに参加することでツインレイとつながる機会があります同じ目的を持った人々と出会い刺激を受けることができます信じること最も重要なのは自分自身やツインレイそして宇宙のエネルギーを信じることです 自分自身を信じることでツインレイとのつながりをより強く感じることができますツインレイとつながる方法は人それぞれ異なるため自分に合った方法を見つけることが大切ですそして焦らずに自分自身と向き合い自己成長をしていくことがツインレイとのつながりを深める鍵となります ツインレイの特徴はツイインレイの特徴は、以下のようなものが挙げられます強い魂のつながりツインレイ同士は魂のレベルで強いつながりを持っています彼らはお互いを深く理解し精神的につながっていると感じることがあります鏡のような関係ツインレイ同士の関係は 鏡のような関係であると言われています。一方がもう一方の共像のような存在でありお互いを補完し成長するための課題を与え合うことがあります相互尊重・追イ,イ同士は相手を尊重することが大切だと考えます彼らはお互いの存在を認め互いに成長するためのサポートをし合います 濃密な愛のエネルギー、ツインメイ同士は深い愛のエネルギーを共有することがあります。彼らはお互いを愛し感情的なつながりを持っています。同じ目的を持つツインメイ同士は共通の目的や使命を持っていることがあります。彼らは一緒に協力してこの使命を達成するために働くことがあります。 これらは一般的な特徴であり、すべてのツインレイ同士が、必ずしもすべての特徴を、持っているわけではありません。ただし、これらの特徴を共有する場合が多いとされています。ツインレイ男性の特徴はツインレイ男性の特徴には、以下のようなものが挙げられます。深い内面、ツインレイ男性は、 深いい内面を持っています彼らは自己探求や精神的な成長に興味を持ち内面の世界に向き合うことが多いです。インスピレーションを求めるツインレイ男性は自分自身や周囲の人々を鼓舞するようなアイデアやインスピレーションを求めます。彼らはそのようなアイデアを実現するために努力し、 自分自身や周囲の人々を幸せにすることを目指します。インテンスな愛の感情、ツインレイ男性は強い愛の感情を持っています。彼らは愛を表現することに自信を持ち、真実の愛を求めます。また彼らは自分の愛する人を大切にし、それを示すために努力します。独立心 ツイインレイ男性は独立心が強い傾向があります。彼らは自分自身の価値観や信念を持っており、自分自身で決定を下すことが多いです。また彼らは自己成長に向けた努力を怠らず、自分自身を向上させることに意識を向けています。これらの特徴は、すべてのツインレイ男性に。 必ずしも当てはまるわけではありませんが一般的に見られる傾向として挙げられますツインレイ女性の特徴はツインレイ女性の特徴には以下のようなものが挙げられますインスピレーションを与えるツインレイ女性は周囲の人々にインスピレーションを与えることができます彼女たちは深い内面と 強い直感力を持ち周囲の人々を前向きに導くことができます自己探求ツインレイ女性は内面を深く探求することに興味を持っています彼女たちは自己成長に向けた努力を怠らず自分自身を向上させることに意識を向けています深い愛の感情ツインレイ女性は 強いい愛の感情を持っています彼女たちは真実の愛を求め自分の愛する人を大切にします。また彼女たちは自分自身にも愛情を注ぎ自分自身を大切にします。直感力が高いツインレイ女性は強い直感力を持っています。彼女たちは自分の直感に従い 自自分自身や周囲の人々を導くことができますこれらの特徴は全てのツインレイ女性に必ずしも当てはまるわけではありませんが一般的に見られる傾向として挙げられます今回は普段とは違った動画でしたがいかがでしたかチャトグプトってすごいですねこういった技術が進めばツインレイの相手が 誰かわかるようになっちゃうのかもしれませんね。以上いかがでしたでしょうか皆様のご意見ご感想どしどしお待ちしてますね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。